お花紙で作る立体感たっぷりふわふわの紫陽花です。お好みの色で作れますが、今回は青い紫陽花で作り方をご説明します。お花紙を縦長に置き4つに折ります。それを90度回して4等分に折り目をつけます。一度にまとめて作りたいので、よく切れるハサミで切り分けたら4つを重ねます。普通の工作バサミを使う場合は重ねず4回に分けて作業してください。縦と横に半分に折って折り目をつけます。短い方の折り筋に沿って端の方2箇所をホッチキスで留めます。必ず直線の真上でできるだけ端を留めます。ホッチキスで留めたところと長い方の折り目が合うように三角に折ります。正確に折れているか裏側からも確かめてください。角を少し切ったらはみ出た部分を切り落とします。裏返して同じように角とはみ出た部分を切ったら、最後の角は丸く切り落とします。一度開いて90度回し三角に折ります。折り重ねたままホッチキスの部分を切り落とします。ホッチキスをハサミで切らないように気をつけてください。また切れていないところがあればちぎらずに最後までハサミで切り取ってください。開いたら花びらを持って真ん中にぎゅっと寄せ、折り癖をつけておきます。土台にはお花紙を3枚使います。お茶碗のような丸いお椀にお花紙を1枚置き、あとの2枚をふわっと丸めてお椀の中に入れます。それをはみ出たお花紙で包んでいきます。きれいに丸く包めたら真ん中をぎゅっと押します。こうすると手を離しても広がってこないので、後の作業がスムーズにできます。直径7から8センチに切った紙に刃を2、3枚貼ります。ここではお花紙シートの刃を使いますが、色画用紙や折り紙で作ったものでも構いません。刃を貼ったら丸く切った紙の外回りに沿って液体のりをたっぷりつけます。さっき作っておいたお花紙の土台をお椀から取り出します。ひっくり返したら、のりをつけた紙の上に紙が見えないように乗せて軽く押さえます。はじめに作っておいた花びらをバラバラにします。この時指先にハンドクリームをつけると滑らずうまくつまめます。土台にちょんと水のりをつけ、花びらの中心だけを貼ります。次の花びらは少し重なるように貼ります。周りからぐるりと一周貼ります。周りが貼れたら内側にも花びらを貼って間を埋めます。土台と花びらを同じ色にしておけば、少々間が空いても気になりません。花の中心にボンドをつけます。ボンドを紙の切れ端の上などに出し、綿棒でつけてもいいです。ボンドの上に楊枝を使って直径3ミリくらいの発泡スチロールビーズを乗せていきます。発泡スチロールビーズは手芸や DIY 用品として販売されているものです。ボンドが完全に乾いて透明になれば完成です。青系のお花紙で作ってみましたが、ピンク系も綺麗です。お好みの色でたくさん作り、ふわふわの紫陽花をいっぱい咲かせてみてください。